都城市柴田町に設立されたのは、霧島ホールディングスの特例子会社、霧島グリーンビレッジです。霧島グリーンビレッジは、障害者の雇用促進や環境創生を目的に設立されたもので、霧島ホールディングスが所有する緑地の環境整備や、社員の名刺作成などの業務に当たることになっています。障害のあるなしに関わらず、毎日楽しく働き、充実した生活を送って、会社も発展して地域にも喜ばれる会社になればと思っています。県内に本社を置く企業が、障害者の雇用促進と安定を目的に特例子会社を設立したのは、今回が初めてです。